皆さんこんにちは、霊夢です。お疲れ様、マリサだぜ。今回は新しくとてもいい英文読解の本が出たから紹介していこうと思うぜ。英文読解はすでに名著が揃ってないかしら？今回紹介したいのは、関正夫の The Essentials。これは入試対策だけじゃなくて、TOEIC なんかの対策にもなる素晴らしい本なんだ。でも両方の対策になるより、一つに絞った勉強がしたくなるわね。でも最近は早慶などでビジネス英文が出ることがあるから実は似てるんだぜ。確かに共通テストも広告文とかは TOEIC に近い形式や文章よね。実用的な英文を読み解けるかっていう風潮があるのかもしれないぜ。ちょっと癖があって苦手だわ。レベル的には結構難しいの？本には東大京大レベルまで対応してるって書いてあるが解説が詳しいからなんとかなるぜ。マーチや中堅国公立を受けたい人からがおすすめのレベルだと思うぜ。結構難しめの本なのね。この本の良さはなんといっても英文100選で一つの英文ずつポイントを押さえてるんだ。なんとなく読めてる気になってる文章も一つのポイントを知ることではっきりするぜ。確かに読めてる気にはなってるけどちゃんと和訳を書けない文章って多いわ。私も The Eyes More to A than B なんかは曖昧なまま読んでたからとても参考になったぜ。特に難関大学でよく出る省略についても説明してくれてるのもありがたかったんだ。確かに英文読解の本でもここに省略されてますよって説明だけだもんね。この表現が出てるから省略なんじゃないかって疑う視点を持てるようになっちゃったぜ。マリサが成長している。そして100文が全て見開きで読みやすいのもいい点だぜ。確かに Kindle 版でも読みやすいわね。ただ、使い方としてはこの本の文章を読めるようになることを目指すんじゃなくて、この構文や表現が出てるからこう読むんだな、って視点を身につけることだぜ。丸暗記で読めても仕方ないものね。これ一冊やっておけば英文読解は十分かしら？これは最新傾向に沿った内容がメインで、この一冊だけでも十分だとは思うが、難関大志望で英語で高得点を取りたいならポレポレや投資図をこの後にやってもいいんじゃないか。ひじい先生の読解のための英文法はどうなの？あの本も新しい傾向に沿った文章が多いからこの本と両方やる必要はないと思うぜ。ここら辺は好みの問題なのね。The Essentials はとても良い本だと普段参考書レビューをしない人も褒める本で、文章もビジネス英語特有の単語や言い回しもあるから慣れるためにもおすすめの本だぜ。英語長文をある程度できるようになったら私もこの本に挑戦してみるわね。一度通して読んでみると世界が変わるかもしれないぜ。今回は参考書を紹介させてもらったが、好評だったらまた動画化させてもらうぜ。私は楽しみにしてるわよ。それじゃあここまでのご視聴ありがとうございました。動画投稿の励みになるから、チャンネル登録、高評価お願いするわね。みんなも勉強頑張ってだぜ。